次は外装の組み立てをします。必要なパーツをランナーから切り離します。カットしました。組み立てていきます。小さなクリアパーツを埋め込みます。というわけで完成しました。横から見るとこんな感じ、後ろから見るとこんな感じです。雑誌とかね、箱の写真で見るよりも何倍も何十倍も可愛かったです。あとはそうですね、触ってみた感じ繊細で、まあガシャガシャ動かして遊ぶようなタイプではないですね。結構ねパーツがポロポロ取れたりするんですよ。自分でかっこいいと思うようなポーズを決めて飾っておくといった方が向いてるのかなぁと思いました。まあ接着剤でねパーツをある程度固定すればガシャガシャ動かしても問題ないんでしょうけどね。すぐみぐらいの状態だとまああまりガシャガシャできないかなといった感じです。なんかいろんなギミックがあってほんと楽しいですね。今後はまだ考えてないんですけど、まあ色塗りとかねやってみたいなと思ってます。まあもう一体あるのでね、それも作って並べて遊びたいですね。まあその辺は時間と相談してやっていきます。ということで、メカトロウィーゴナンバー02ミルク&カカオすぐみまで完成しました。404でした。バイバイ。